皆さんこんにちは、とりすけです。本日もエスケーピスト2脱獄ゲームをやっていきたいと思います。今回のステージはラトルスネークスプリングス。まあステージ説明は、要相棒この大セーブでは、たとえ何これ、なんていうの、公主刑を逃れてもワンカの手でこのガラガラヘビトリデーと送られるだけ。都内で最も下劣な苦闘たちと身を寄せ合いながら、君は何が何でもこの城から抜け出してやろうと誓う。はいはい、砦から抜け出すと。やっていきましょう。さあ。もうなんか脱獄、あ、もうあるんだ。こう、3個の方法で脱獄できますよと。どれになるんだろうね。まあ行きましょう。ゲーム開始、スタート。さあ、取り付け。行くよ。さあ、まあここは、まあ見るか、じゃあ。やあ、相棒。我らが難攻不落の要塞へようこそ。はい、要塞に連れてこられたよと。天狗はここは絶対送れるな。あ、天狗があるスタイルね。オッケーオッケー。ここで天狗しますと。あー、見回りしてるね。腹は減ったか？この食ではありとあらゆる鶏肉が食えるぞ。え、普通にいいじゃん。普通に嬉しいよね。ここはお前さんがきつい目に遭った時に来る場所だ。まあ、ボコられたらここに逃げてこいよと。オッケーオッケー。ここは署内で働くことができる、ようやくまったな暮らしを営めるわけだ。あ、ここで仕事してねと。オッケーオッケー。まあ、仕事しなくてもね、誰かが取ればいいからね。あ、ここで筋トレと。最新鋭の後継マシン？ボールとなんか、鉄棒しかないけどね。お仕事教えてやろう。この刑務所はオンボロ鉱山に立っていてな。足元に気をつけたまえ。どういうことだろう。さあ、始まる。おはよう。まだ出ちゃダメ？あ、まだ開かないか。なんか入ってないかな。おー、結構入ってるね。はいはいはい。ここは？あ、ここなんか別の人とは、あれじゃん、机じゃん。あー、誰一人やなんだ。さあ、まずは天候。みんなどっから行ってんの？ここ、あー。入れるの？通れるんだ。よし。さあ、天候。さあ、何人ぐらいいるのかな？あー、センターパークだからよりは少ないね。1、2、3、4、5、6、7、8。僕入れて9人か。少ない。おー、ガムテープを折ってくれる。はいはいはい。いろいろ見とこう。何これ。金属マン、使いそう。お、歯磨き粉持って帰っちゃった。それは知らない。お、威力、スピード。あー、武器ね。倒したら武器もらえると。お、所持品検査言ってるわ。まあ、何も持ってないからね。すっぽんくんと、お、あー、なるほど。二人のミッションがあるのか。さあ、次は朝食かな？朝食こっちだろ、どうせ。よし。さあ、食堂入って、もうクリア。さあ、ちょっと探索するか。まずは、マップ。マップどこだっけ？これだ。はいはい。地下、フロア。あんまないね、部屋は。ここが、おー、誰だろう、君は。ボブ。おら、やれないか、やっぱり。まず、脱獄方法を書いた紙を探そう。どこにあるかな？ 3 個の脱獄方法があるはずだから、それを探したい。あら、見つからんね。不安感もいる。入れる。どこだ？どこに説明載ってんだろう。見つからない。さあ、労働時間。やばいやばい。労働しに行かないと。労働はしないけど、顔は見せに行かないとね。犯行の匂いが漂ってるぞ、だって。疑われてる。さあ、どこかな？こっちか。ここ遠いな。こっち側去っとけばよかった。オッケーオッケー。よしよし。はい、着いた。よし、これでオッケー。おー、外もある。シャワー室ここなんだ。あったあったあった。まず1個目。脱獄ポイントを探すときは、必ず地図を使うようにな。この刑務所の外には、小さな建物がいくつもあって、フェンスはそのさらに外側にある。こうした建物に入っていくやつを見たことは一度もないし、刑務所の外まで穴を掘り進めていくときには、こんな血集めスポットになりそうだ。なるほど。
穴を掘って出る音。なにこれ。あ、殺しないわ。脱獄ヒント、ターザンのごとく。わからない。どうすればいいんだ。お、ここにも説明。お前らへの助言。この部屋へ監視が入るところ、俺は一度見たことがなくてよ。向こうの鉱山まで穴を掘って抜け出せばぴったり場所かもしれないぜ。なるほど、こっから掘れよと。はいはいはい。穴掘って脱獄するのはこっから。それ以外は？あとはどこに説明があるかな。広すぎてわかんないな。勉強しよっか一回、軽く。ちょっと待って、運動時間来た。運動は大事。よし。ここか。まあ、体力つけとくかな、そしたら。ほい。ほい。30か、初期値。なんか少なくない？結構あれだな。変動しないといけないかもな。この体力とかって何に使うか分かんないよな、でも。知力は発明品作るのに使うの知ってるけど、他が分かんない。さ、なんか、レアアイテムとかあるか？分からんよな、正直。さ、次多分シャワーでしょ。シャワーこっちだ。浴びとこも先。よしよし。これで人より早く行動できる。今9時。午前中運動させられたか。で、10時からは何かな。さあ。自由時間か。よーし。シャワー浴びず10時間入るのか。ここ入れる？入れる。こっちは？入れる。どこなんだろう。穴を掘ったりするしかないのかな。穴を掘るか、金網かってこと？これは？お、正解ではミニマップ下の星で示される。うん、うん、うん。これは知ってるな。新しい情報ではない。あれ知ってるけどね。よし。ここは？あ、ここが二人用の場所ね。今回、一番難しいかもな、今まで。穴を掘るか？でもなんか、それ以外なんか面白い脱出方法で出たいよな、どうせなら。よし。2階まであさり切ってないから。入れないか。村だけは出れると。いや、広いな、この砦で、それにしても。なに、ここ入っちゃダメなの？ちょっと言ってよ。どこ行けばいいかな。こっちはじゃん。うわ、今入れそうだったな。どこ行けばいいんだろう。調べる。入るか。わからないな、今のとこ。ボタン押す。キーカードが必要。あー、赤いキーカードがあれば、入れるところか。12時。あ、昼ご飯か。食べに行くか。これちょっとあんまりわからんな。どうすればいいか。外側を、外周を漁った方がいいのかな。2階には何も乗ってない感じ。でもなんか1日は長い気はする。上、なんかレアなもん入ってないかな。まあまあまあ、いろいろ入ってるけど、まあまあ、置いとこう。変に動かして。見つかって取られたら最悪だからな。ここは？お、なにこれ？保安官バッジ。これはちょっと使えそうなの出ましたね。変装道具があれば脱獄できるんじゃないか、あれで。結局やっぱ変装は強いでしょ。さあ。天候、もう天候？昼の天候があるってことなのかな？やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。結構遠いからな。間に合うか。よしよし。いや、しかしどうしたもんか。初日では脱獄のヒントを見つけることができなかったぞ。さあ、天候。なんかヒント教えてくれないのかな。よしよし、間に合いました。さあ、ヒント教えてください。葬儀屋がこっちに向かってる？葬儀屋？
三男女を喰らいたやつ？こっちを見てんのか。なんだ、ただの雑談かい。ヒントかと思ったでしょ。だからこいつはロデオじゃない。何言ってんだ、君は。これ、君たちは何？やれる？やれないか。やっぱやれないか。さあ。まだ自由時間だよね。労働時間。また働くのか。まあ、またも何も働いてないんだけどさ。じゃあちょっと働く。50円でなんか電話かけれそうだったから。働くか。あー。オフィスの外側の？これ？ああ、これか。何しよう。じゃ、ゴミ焼却やってみるか。はあ、はあ、はあ。これは？あ、条件っていうのがあるんだ。仕事をするための。これ75円もらえる。55円、焼却。OK。じゃ、筋肉と勉強。勉強と筋肉、鍛えて、稼ぐか。そっか。刑務所の中の仕事でも能力求められるのか。辛いぜ。確かに。テキパキ動いてるもんな、みんな。僕は勉強するとこどっかも覚えてないもんな。お、勉強ここか。ちょっと遠いね、気持ち。よし、まあ、勉強しましょう。さ、80ぐらい必要だったっけ？ 70 とか80とか。結構大変だよね。あれかな、しばらくは勉強しなきゃいけないのかな。自由、あ、シャワー、シャワー時間。じゃあ、ここ筋トレしてた方がよかったんだ。やばいやばい。よし。行かなくていいかな、シャワー。1日ぐらい。ダメか。閉会で上がったら大変だしな。急ごう。そっか。この時間にシャワーなのね。オッケーオッケー。じゃあ、次からこの時間で筋トレしとけばいいんだ。まあ、勉強して筋トレして、足で取り付け？急いでます、急いでます。許してください。怒らないでください。走りますから。ダッシュしますから。あ、やばい。よしよし。お、でもあんまりシャワー来てないやつ多いよ。結構シャワー来ないよ。よし。あ、でもここいいね。すぐトレーニング来れる。夕食か。はい、はい。やばい。全然なんか難しかった。よし、夕食。スタミナもないし、夕食食べよう、しっかり。みんなで楽しくご飯だ。よし。まあ、夕食の後は多分自由時間で、その後、あれでしょ？転校しての、みたいな感じでしょ？あれかなぁ。お、逃げてる。お、かわいそうに。待てよ、これ気絶してる間なんか取れないかな。なんか、いらねえなぁ。大した。わかんないけど。あ、待て、ここでも勉強できるんじゃない？入れない。くそぉ。それで筋トレ。待てよ。もう一回、あれ見よう。必要な能力値。ははは、それで書いてる。自由時間。普通は ?40 の80。OK。ああ。これぐらいでいいか？格付けで。30の40ぐらいでいいんじゃないか？ 30 ならもう筋肉あるから、あと知力を40にすればあれ受けれるよ。今日はお金を稼ぐための準備をして、明日からお金稼ぎだな。勉強できる場所遠いな、そして。これあれだな。ちょっと武器作って、監視倒して、監視からアイテム奪い取るのもありじゃないかな。次、明日以降ちょっとそれやるか。まずは今日は知力だ。ものづくりのための知力。よしよし。50いった、50いった。知力50の大台いったぞ。これで結構作れるしね。よし。あとは武器。靴下、ハンマー作るか。石鹸と靴下。靴下と石鹸を、漁って、奪って、なんか、公衆電話かけて、脱獄だ。
まずは電話。お、意外と長いな、10時間。この夜が大事になってくるんだな。知力はだいぶつけた。よし。もう走ってる。あ、喧嘩してる。おー、やり合ってんね。武器は持っとかないといけんからな。それでもなんか、結構広いな。さあ、適当な変、やつの、机あさるか。よーし。じゃあちょっとソーダ缶もらっていこう。靴下と石鹸が欲しいよ。あー。やばいやばいやばい。さっきのとこ見られてもらった。よし。何がある？甘いもんないね。さあ。次は、お、電気ついた。テンコ。お、靴下いいじゃん。よし。テンコにはさっと顔出していなくなるか。消耗品。これ何回復できるんだろう。よし、テンコクリア。あとは寝るだけだけど、その前に、誰かしらのアイテムを漁りたい。ここ誰の部屋？僕？ここ僕か。じゃあここじゃないな。よし。石鹸石鹸。石鹸欲しいよ。保安官バッジある。もうみんな持ってんのかな。そうじゃないの？保安官バッジってきっと。保安官バッジを使ってなんか作るもあったら、絶対今回の脱獄に絡んでくるよね。これ先は作るのもありだな。靴下あるけど。石鹸ってもしかしてレア？やばいやばい。みんな来る。防衛戻れか。しょうがない。戻りますか。よし。よし、寝ましょう。また明日だ。